Ma son pedos. ¿Eh? Hay san moa. Comer. Ah. でもルールは。ルール。まあ、ルールは。まあ、順番に言っていく。順番に言っていって。地名はダメ。地名ダメ。うん。クアラルンプールとか。うん。ピナンとか。イテウォンとか。イテウォンとか。うん。店の名前は。店の名前もダメ。うん。で、ディッシュ名もダメ。ナシデマ。分解したらいいの。砂糖とかやったらいい。オッケー。魚とかやったらいい。はいはい。オッケー。オッケー。これがじゃあルールね。はい。オッケー。なら。チリピリ。オッケー。書かなくていいの。ハリア。神社。神社。うん。ヒントがいっぱいあるね。ダメダメダメ、ずるいよ。イカン。フィッシュ。ヒタン。コロ。ダギン。ビーフ。うん。え、ダギンって肉っていう意味でしょ。そう、確か。黒い牛肉やと思います。確かニックさんがダギンは肉やけど、転じてそれは牛のことを示す。ああ、な牛。アヤン。アヤン。うん。チキン。うん。アヤン、あ、バワン。オニオン。オッケー。え、じゃあバワンメラとかどうするの？シリーズはやめよう。あ、シリーズはバワンメラ、バワンプティ。でも違うものやったらいい。ダワン、バワンプティとか。じゃあバワンプティ。バワンプティ。チリ。チリ？あ、英語か。だって、ね、英語っぽいマレ語もあるやん。そうやね。でもスペルが違ったりするよね。ソスとか。うん。確かチリってスペル違うよね。うん、チリこっち。あ、CILI。あ、そうなの。オッケーオッケー。あえ、水、ウォーター。ああ、サトゥ、トゥ。うん。ドア。ドア。うん。ワン。ん？ちょっと待って。サトゥーが1やんか。ドアが2。2やん。うん。2。ブラケラパン。ココナッツショーだ。うん。そうやったら3単語する。ココナッツ。ココナッツ。ココナッツ、見よう。わからへんもん、言うてもわかる。まあ、ちょっと待って。いや、3単はココナッツミルクがココナッツ。いや、ココナッツや。3単。うん。マニス。スイート。うん。じゃあ、フェダス。スパイス。マカン。おなんでいきなり俺はチリピリ最初に言ったのチリピリッチ。イニイニ。うん。ディス。ディス。うん、ビンタン。おスター。オッケー。トリマカシー。オッケー。なんかずるいな、それ。それずるくない。スペルわかる？おお、合ってると思う。T-E-R-I。最後 H。M-A-K-A-S-I-H。うん、あ、ガラン。ガラン。ソウト。ソウト。うん。ハント。ゴースト。オッケー。ドリアンハント。うん。ハントドリアン。ハントドリアン。うん。カンビンゴールド。ああ。うん。ミラユ。マレーシア。うん。マレー。マレーかな。うん。ああ、わからん。あ、でも、わからへんものやめとこう。鉄粉があると思う。おお。フラワー。フラワー。うん。Dua cawan tepung gandum ya. Hmm, so. Dua cawan tepung gandum. Asam pedas. Eh? Ane ane. Aku nak tukar asam. Asam? Asam macam mana? Cikiru ini. Eh? Asam boy, asam laksa, asam jawa, asam mana ni? Asam. Hmm. Asam tu. You know pedas.You know manis? You don't know asam? Sour? Yes. やっぱ先生しうまいな。イカンパリ。Stingray. OK. はい。メラナエアエエ。ビューディン。AIA もいるか。AIA ビューディン。サヤ。うん。アイ。アイ。うん。ハイサモア。はい、そのボイチェノムさん。チェノムさん。スドー。おー。スドー。いいの？おいしい、まあ。ギラ。クレイジー。ああ、そうやな。てか思ってんけど、例えばギラやんか、セダップギラやんか、チリピリギラやったら、クレイジーダイアリアになるから。How's your stomach? って言われて、チリピリギラって言ったら、クレイジーダイアリアって意味なのかな。暗い。ギラをつけるとやっぱり very crazy なんか形容詞ギラなんじゃない、okay. 例えば、あー可愛いって何やったかな、あ
コメル。あーコメルギラナできるんじゃない。あコメルギラナ、うん、マレーシアの魚といえばイカン、イカンテンポヤク。のーテンポヤクはファメテッドドリアンでしょ。テンポヤクに使う魚は何。プティン。あ店の名前覚えてる。アナ、うん、プティン。パティンって。イカンパティンか。そうそうそう。どういう意味のあれ。カモは何の魚あれ。ああ。キャットフィッシュ。いやイカンパティン。イカンパティン、キャットフィッシュ。そうよ。イカンパティンハウスってキャットフィッシュハウスって意味。アナパティンハウスやん。アナパティンハウス。アナって何。アナはお店の中の名前やろ。アナパティンハウスっていうお店の名前で、とにかくパティンとかイカンパティンっていうのはキャットフィッシュの意味やん。なんかマレーシアで結構有名な食べ物じゃない。Okay. ロティ。おお。ロティ。ブレッドでしょ。ちょっともう出てこへん、やばい。俺ちょっとギブアップやわ。嘘。うん。あの知ってるけど思い出せへん。ああ。うん。あご飯。じゃあまあ勝負は私の勝ちということで、はい、数えて自分の、うん、25 29。これが俺のバハサメラユのレベルやから、うん、ここからスタートで、うん、毎日勉強して、うん、ありがとうございました。はい、取り任せ。取り任せ。